はいどうも、はじめまして、こんにちは、ゆういちです。皆さんよければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。ということで今日なんですけども、いつもね投稿してる縦画面から横画面に今回初めてしてみました。まあ、やっぱり僕くらいの登録者数だとサムネが表示されるかどうかってめちゃめちゃ再生回数に影響してくるんですよ。まあなので今回ね初めて横画面にしてみました。そして今日の動画なんですけども、昨日はね落合さん、右打者最強のね落合さんを動画化したんですけれども、今日はね左打者最強のこの選手使っていきたいと思います。それがねこちらの選手です。はい、ラネーバース使ってみたいです。はい、ありがとうございます。まあ、今回ねダルビッシュセレクションのね目玉の一人バースだと思うんですけども、まあ、査定ヌード変わってねミートパワー86の同値ということで、マジで過去最強なんじゃないかなと思ってます。で、守備査定がねライトとレフト F 持ってたんですけど、それがなくなってファーストのみになったんですけども、守備適性がね C の61まで上がりましたんで、まあ普通にねファーストを守らせられるレベルになったかなと思います。はい、そして特殊能力が超アーチスト高額打法チャンスということで、まあこの第3特のチャンスがアベレージヒッターだったんですけども、まあこの新しい査定変わったものはチャンスになってます。前までなんか阿部飛でいうとねホームラン打ちにくいイメージがあったんで、まあ全出しっていうのがね条件付きになりましたけども、まあこっちの方がねホームラン打ちやすいんじゃないかなと思ってます。まだ使ってないですけどね。まあそこも含めてちょっとね使用感を確かめていきたいなと思います。それではねこの最強の男ランディバースリアタイで使っていきましょう。どうぞ。ピッチピチギャル、さあやっていきましょう。お相手ピッチピチのギャルらしいっす。最高です、あざっす手加減しないっすよ、ギャルでもと言いながら手出ないですけどね。あーまいかギャルにもてあそばれたわ。さあパワー95、いいね。まあ、ただこれ相手のスピは多分低いしね。3582、3582がもう低いんだもんな、スピ怖っ。おーしよ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 し、まあ、とりあえず初打席初ヒットいただきました、ありがとうございます。ここで落合さんが、いやいいね、このダルセレコ、いやー力んだ。いやギャルにもてあそばれとるわマジで。いやー今のはちょっと我慢した、ギャルのテクニック、ヤクのテクはまずい。ごめんね、なんかあのおっさんで発言が。うわー危ねえ、やべえ、もうどっちか分かんなくなってきた。よし、いや切れんのか、マジか。はいはい、まあ歩かしてきましたね。さあ由伸さん、変化量マイナス1ちょっとだるいな。よー素晴らしい、ナイスバッティング、さすが由伸さん。これよこれ、これなんよ由伸さんの強さは。よーし、それは甘いよギャル、それは甘い。ギャルに切られました。まあもうギャル帰ってこないでしょ。あざした。個人純正だ、お願いします。お相手巨人純正ですね。とりあえず2試合目やっていきたいと思います。はい、さあ外小馬さんどうなんだろう、まだいけんのかな。結構ね使っててね、ああ打たれるなーって思うこと多いんですよね最近。だいぶ攻略されてきたんじゃないですかね外小馬さんも。計算通りです。さあやっていきますか、高橋選手な、やっぱスクリュー系ちょっと苦手なんですよね。いや超えない。さあバース、いや素晴らしい、ミート89パワー98、これチャンス出たらもうあれじゃん、パワーカンストやん。うえ
強っ、強すぎ、バース強すんぎ、えぐ、簡単にいったわ今。落合さんも怖えないか、まあ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 、やっぱりね、このねバース落合さんはね、ボールが飛んでく、本当に。ジャイアンツピッチャーが変わります、まあ、左バッターの使用感はね、いやー、大谷さんかバースかで、ね、迷うとこですね僕は。まあでも能力的にはプロスピーエースの中ではもうトップオブザトップなんじゃない。まあロッテの落合さんかバースかみたいなとこありましたけど、まあ今現状ではね、最新スピー4100ってところも含めると、まあ今バースが一番強いんじゃないですかね。あ、やったわ。え、セカンド吉川さんだよね。うわ、今のエラーされたらたまったもんじゃないわ。吉川さん使ってる意味ねーって思っちゃうわ僕なら。うわ、それ取るんだ。それハラさん来たんですけど、グータッチお願いします。しかも巨人純正、2試合連続の巨人純正。サンチェスか、マジで久々、生ら久々。確かツーシームとスプリットがちょっと見分けつきにくかった気がする。あー、やばい。うわ、徳野なしか、なしか徳野。まあ、それでも86の同値っていうね。やっぱやばい、打ちやすい、何でも打てる気がする。さあここで来ました、落合さんパワー95、昨日も大活躍でした。昨日の動画ね、見てない方ぜひね、昨日の動画見てください、お願いします。落ちないか、いや、うまく救ったと思ったけどな。でね、ちょっと縦画面から横画面にしてみたんですけど、この余白の部分どうしようかなと思って、まあもしかしたらなんかつけてるかもしれないですけど、まあこのままにするか、それともなんかあのイメージ的にはクレイさんみたいな、なんか相手ピッチャーの球種とかそういうの乗せたりしようかなとか思ったり思わなかったり、もしなんかあのこういうのしてほしいとかあったら教えてください。この選手の応援歌、応援曲書いてほしいとか。まあマジでね、サムネは重要なんですよ本当に。まあいろんな YouTuber さんが言ってるから、まあ皆さんも分かってると思うんですけど、やべ、まあ特にね登録者数が少ない僕とかはね、もうサムネで、あ、この人見てみようって思ってもらうのが全てなんで、サムネがねもうね表示されないのは本当にね死活問題。だって60何万人とかさ、40万人くらいいるクレイさんたちがさ、クレイさんとかビップさんとかがさ、サムネ表示されてなくて困ってんだから、1500人の俺なんてもう超困ってんのよ。まあ横もしかしたら見づらいって方ねいるかもしれませんが、許してください。またパソコンで YouTube 見る方とかどうなんですかね。僕ねあんまりパソコンの YouTube 全然見ないんでわかんないですけど、まあそういうちょっといろんな端末で見てる方、スイッチとかさ、iPhone、iPad、あと何かあったっけ、まあ、ちょっと教えてほしいですね。もうちょっとこうした方がいいよとか、こうしてほしいとかあったら教えてください。いや、落ちんのか。やべえ、原さんに打たれてる。取れる。これは取れる。OK。いやー、ロッテ純正だ。今度はロッテ純正来ました。多分この試合をラストにしようかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。さあ佐々木朗希選手 A ランク、よしよしよし。さあ全出しを見たい。うわー最悪だ。とりあえず走ろう、とりあえず走る。ナイス、やばい、危ねえ、チャンス来い。よし、まあ91。さあ最後打って終わろうぜ。バース、バースに外野前進はねダメ。歩かせんのかい。
じゃあ落合さん頼む、落合さんで行こう、落合さんで決めよう。よー、素晴らしい素晴らしい、落合さんやば、このダルセレコンビマジ強え。ということでバース最強です。最後高評価チャンネル登録お願いいたします。あざした。